ボートレース下関日本スポーツエージェントカップ争奪戦開催3日目、レースコースには新入固定仙台9レースの対戦メンバー登場です。1号艇岡山岡瀬正人、2号艇福岡上野秀和、3号艇静岡藤田康弘、4号艇は群馬久保田美希、5号艇は神奈川深水慎一郎、6号艇は山口の足村幸香、以上の6名の対戦です。スリット付近はやはり追い風のコンディションとなっています。競争水面インコースからの1号艇の大川正人、このカード人気の中心、今日はこのレース1回乗りの登場です。シリーズ主力の一角の岡瀬、ここまでベストは昨日後半カードで上げた2着。さあここは期待に応えて白星マークとなるのか。2コースからは2号艇の上野秀和、前半カードはスタートよく1マーク、角から攻めていこうとしたところで振り込んでの妨害失格となってしまいました。2番の上野、3コースは3号艇の藤田康弘、スロースイークに向けました。少し下がっての4コース、角は4号艇の久保田、5コースから5号艇の深水、そしてデビューシリーズ6号艇の足村が6コースで第9レースの進入固定スタートしていきました。うちの2艇1番と2番がわずかに好タイミングでした。1マークは1号艇先行、外は3番5番と競り合った旋回は1号艇の岡瀬が逃げてリード。追走は現在2号艇の上野秀和、外目には3号艇5号艇が並べていきます。バックストレッチ先頭1番の岡瀬、リードは2艇身で2マークの旋回へと向かいます。スタートは前提正常でした。1号艇の岡瀬トップで2マークを旋回、その後は3番2番5番と2マークを旋回しました。接戦2位争いから2号艇の上野がリード、3番手は3号艇の藤田に5号艇の深水と船が並んで、レースは2周目の攻防です。先頭1号艇の岡瀬リードを4艇身取ってクリア、2番手でクリアは2号艇の上野、大きく回した3号艇藤田ですが接戦をリードする3番手、一定審査の4番手に5号艇の深水、5番手からじわりじわりとさあ迫ってきた4号艇の久保田、離れて最後方は6号艇の足村となっていて2周目第2ターンマークです。1番2番とホームスレッチへ返しました。混戦3着争いは3号艇の藤田がリード、先頭から上位体系は1番2番3番の体系、レースは最終周回へと移っています。イン逃げを決めた先頭は1号艇の大加瀬、最終第1ターンマークを旋回、続いていく2号艇の上野秀和、そして3号艇の藤田康弘、後方4番手には4号艇の久保田、5号艇の深水と並んでいます。最後方は6号艇の足村で確定最後の向こう上面構想、体型は1番2番3番で、この組み合わせのオッズは2連単の 1211.4 倍、3連単 123.23.6 倍です。進入固定戦第9レース、先頭1番岡瀬ゴールイン、2着は2番上野、3着3番藤田、続いて5番深水、4番久保田、そして6番足村がゴールしました。第9レースの確定をお知らせいたします。1着1番、2着2番、3着3番、以上です。